続いて第二講義聖典について佐々木先生よりご講義いただきます。皆さんご起立ください。礼。どうぞご着席ください。では佐々木先生よろしくお願いします。皆様おはようございます。ようこその前でございます。今の御三代は一番正真言に載っているところなんですね。親鸞聖人のお言葉なんです。一番大切は何でしょうかというと、やっぱし阿弥陀様は本願を時に私たちに来たということだけなんですね。簡単に言うと、正しい日本語で如来、ように、公衆性、した前は、ただ、見た本願会を土管となりとそう言えるんですね。私たちが今日ここにいるというのは、皆様は形式受けましたかね。形式って言ったら分かります、どういう意味かって。そこから励まさせていただいて、これ分かったらもう帰りますから。仏教というのは難しいんですね。みんな難しく自分が考えていくから問題があるんです。だから仏さんの言われをそのままを、信ずればそこなんです。で、親鸞聖人が今おっしゃった通りには本願が大事なんだよと、それが本当って言い方があるんです。まずは形式というのはどういう意味でしょうかね。まあ、黒板に書きましょう。我々には一番大事なものでしょうかっていうのを言うと、皆様答えできます？答えしなくてもいいですよ。ただ聞いて自分が自分に質問をするだけ。一番大事な、私たちがここにいるのは仏さんがいるからなんです。仏さんがいなかったら今日は私たちここにいないんです、ね、だから一つは、仏ですね。これが、ブッダですね。ブッダがいるっていうのは、なんで私が知ってるのというと、なんでしょうかというと、なんでしょう、ね、これも自分らで考えていかないように。こうがあるんです。ね。これがダルマですね。ダルマがあって、それがあるだけでは存在しませんよね。でしょ。誰がそれをもらうの。そうですね、そうです。そうね、仏法僧。これが三機会ですね。なんでこうなると、仏さんが法を説いてくださって私たちに伝えてくださってる。法があるから私がここで聞くことができます。仏さんの法を聞くことができるから私は仏にもなるっていうんですね。すごいですね。それ分かりました。皆さんは誰かに伝えました？それに、この前に来てください。まあ、もっと大きく書きたいけど ね。まあ、そうは、三眼ですね。だからこれを消えするということなんです。仏さんを仰いで法を聞いて、そうが私たちなんです。で、仏さんの教えが聞くことができるから私は仏にもなるってこと。
これが一般仏教の言い方なんですね。だから皆は各宗派の間違いなんか言うと間違いはありません。まずはね、で、まずは、この初めのところから私も親からこの命もらってこの教えをいただいている。またそれだけじゃないんです。先輩もいるんですね。先輩がいるから私を指導してくださって本当正しい教えを私に伝えてくださって、今言うてるというのは私は誰にも教えることできません。ただ親鸞聖人の教えを伝えるだけなんです。そういうふうに、御開さんも言ってるんですね。だから先生が教えるって言うとおかしい意味になるんですね。私はだから最初には御三代ね、親鸞聖人が言ってることを私は味わいして、これを皆様に伝えてるだけなんです。私は、自分がこうね解くということはない、または自分のことは意味はありません。だから仏さんの教えを聞いてそれが本当の喜びになるというのがそこにあるんですね。まあ、今年も、言い方すると、移民法要がね110年周年のが行います。なんで私たちこんなことするのかって、昔のことを覚え出すのかっていうのは、これはやっぱり仏教の意味がそこにあるんです、ね、だから今、高橋先生が言った通りに、ね、法事をするっていうのは私が今この持ってる命はどこから来たのかと、やっぱりお母さんお父さんまたは先祖代々がいるから、私らは人間とまれさせて、そこが私の喜びと。でもこの喜びっていうのは人によっては喜ばしとか言いますね、まあ、そこを述べてもいきますから、でそこでは格好があって、ね、この格好があるから私今現在に存在している。でここから私たちが、ね、未来を作っていくってことが、この3つで大事にしていかないとダメ。だから今の人間というのは古いものは、まあ、こんなつまらない、もうね役にも立たらないっていう人がいるけど、そうじゃないんですね。だから一番大事のは覚え出して、そこが人間らしいなものになるんですね。それが、言い方するとちょっとここで説明しますね。この世の中というのは仏様と神というものがあるんですね。だから蓮如上人がおっしゃってるように、皆様がね心配いらないように、知識も知恵もいらないんです。ただ阿弥陀さんに真に起業しなさいと、起業するというのはああいうところなんですね。そこが中心。あと他の仏だろうが他の、神がはもう何もしなくてもいいと言ってるんです。じゃないとこの真宗ではちゃんとはならないんですね。でその話になると、何が、ね仏さんかっていうことをね、まあ、今言った通りには仏さんは私たちに法を作って、この法を聞いて私が喜ぶか喜ばないかっていうこと、これは自分の言葉じゃない、これも親鸞聖人の言葉でもじゃない、これお釈迦様の言葉なんです、ね、でそこでつないできます。だから仏さんは私にねやはり教えを伝えて、でこれをこの伝えるって何かっていうのはみんな方便となってるんですね。だから難しい。みんな光光って言うと、光は何でしょうかとね、またあの次に戻ります。仏さんは何ですか。光ですね。簡単に言うと、まずは光、ね、でももう一つある。光は仏さんの、知恵に表しているものです。だから高井先生も今言ったように、私たちは無明って言ってるの、光がないと、だから見えないって言ってるんです。もう一つは何でしょうか。阿弥陀様って言うとどういう形になってるの。もう一つは、ね空ですね。空気ですね。これが、大悲なんです。だからいつもね親鸞聖人おっしゃってるね、知恵または大悲、
この2つが集めた仏さんなんです。知恵だけあってこれで救われる？救われないよね。好き嫌いが出てくるから。でもこの大義があるから必ず自ら救ってあげるということがあるんですね。だからこれが仏様。結局は簡単に言う光なんです。光を法って言ったら何でしょうかって言うと、これも光なんですね。ここは無明だから光って言えないですね。でもこれが届いたら、このね、今ね、煩悩の不足って言ってるね、煩悩の不足で、だからこれも仏になる。ここが問題となってくるんですね。光るか光らない、悟るか悟らないっていうことなんです、ね、そういうことなんですね。だから簡単に言うと、人間とは無明だから、仏さんがね、もっともっともっとの仏さんと形も色も匂いがないんですよ、もう。でも最初のインドでは何を表してた？光と空気なんです。この2つが阿弥陀さんになって、でもここ体から何もないって皆様言うよね。本当でしょうか？違うよ。光がずっと光ってるよ。でも私は何も見えんって言うのね。空気は自分が吸ってるけど空気は見えない。そこなんですよ、ね、目に見えないから、もう何が存在したらいいか、何を仰いだらいいかっていうのができんから、ご本尊を作ったっていうことなんです。目に見て、あ、仏さん、でも仏さん遊びにいるんじゃない。もう私たちを今ね、今日の教えの中にも摂取者ってこの納めてくれてるの。もうそれが私たちが気づくか気づかないっていうのは、こう聞くことができるか、聴聞ができるかというそこなんですよね。でもみんなはそれが見えないから、何もないから、ね、私は分からんって言っちゃうんですね。でもそうじゃないですね、で神というと皆さん分かるように、ここは私を、ね、このね、そうですね、これは私なんですね。私なんです。この私は、自分はね、やっぱ聞いて光るか光らないかあるけど、でも私がこの世の中ね、この迷いの世の中にはね、本当に幸せを得ることはやはり仏さんの教えを聞いて、それが分かるか分からない。神って言ったらどうなります？これも大事だと、あの比較って悪口の意味ではないからね。ただこれを自分が感じるため、結局これは自分がこれを味わいして自分を発展させるということだね。自分がね、診断書にもおっしゃってるけど、この我が身をあげて、この悪だよと、この愚かなもので私たちもおっしゃってる。診断書にがそのぐらい言ってるので、私ももっと愚かなんです、ね、この愚かがこの前で、ね、伝えるというのができるんですね。ありがたいことなんです。だからナマンダブスナマンなんですね。神というのはどういうこと？法というのはあります？ない、ね、私はここにいるんです。ここは私と言ってもいいんですね。こういうやりとりなんです。違うですね。サンキエとは言えないですね。神が何かして、で自分が仰いでるだけなんです。何をいただくのか、これは自分がっていうのが出てくるんです。これが私に、私にとね、繰り返すだけ。私は愚かなものだから、自分は本当のことは見えないです。神が言ってることは自分が思って、自分が味わいして存在させてるだけなんです。これが仏さんと神の力。だからここではあなたは神にはなることできません。ここはただ仰ぐだけなんです、ね、これが一番大きな違いがあるんですよ、ね、だから私たちここに寄って、ね、このだから御縁によるっていうこと、ね、これを信じて言うことできませんからね。
信心を得た方はもう必ず仏様を出してもらうって分かるんです。これ親鸞聖人がおっしゃってるんですよ。ここは自分が迷って自分がガなんですね。ここは違う仏様を聞いてこの世の中をね本当に目を開けしたね、やっぱしちゃんと見えるにしてくださる本当のことね。でここは違う迷いの世界入って、自分が私はな愚かのものを聞いていったら愚かのものになるんです、ね、そういう形の教えてもね。だからね、まあ誰も悪口じゃない、仏さんの教えでは皆様仏教なれとは言ってないよ、仏教は、ね、自ら、ね、聞いてあなたが、ね、喜べばおすすめしますって言って、おすすめ、ね、聞けと言ってなんじゃない。でそれが自分がね、暗記して、ね、その教えをちゃんと分かるようになれば、ね、それが自分の心の中で、ね、本当の喜びを起こすと、そういう人が私の友人と言ってるんです。そこが違いがあるんです。だから聞かなかったら喜びありません、分からなかったら何もならない、ね。でもここはみんなは喜ぶで自分がだから自分の思う通りにしようだ。ここは自分の思う通りはありません。仏さんが本当のことを表して、苦いものもおっしゃってくださってる。でもこの苦いものを聞いて美味しくなってくるんですよ、ね、そこが大事なポイントですね。だからそういう絵を見てちょっと考えてくださいね。だからそこではこの移民のことに関しては、仏さんがいるから私の親がおったからこの教えを伝えてくださってる、またはねこの中にもいろんな方がいて、その方からも私をこの教えをもっとはっきりさせてくださってる。自分が勉強して自分がいろんなことをすると意味ありません。やはり、先輩がいるから今でもこなして私たちも指導してくださってる、ね、そこが中心になる。だから移民法要というのは前の去年のはまあまあだったよね。でも今年は多分少ないじゃないかと思うんです。結局はだんだんと少ない意味がわからないから。で大体みんなは神だから戦争なんかいないです。でも仏教では私たちは親父からも、ね、伝えて、ね、やっぱり戦争大学のおかげで仏教でそれを今のここで喜ぶってことがそこにあるんですね。人間と生まれたからです。でも神だったら先祖代々のことは考えないです。だからみんなは神に拝んで助けて言うの、自分もじゃないんだよ。そういう時にはその人を助けてくださいとやっぱし拝む。私たちが前も高橋先生言った、ただ感謝する、この人間と生まれさせていただいてありがとうありがとうって言ってるだけなんですね。で親鸞聖人の言葉の中にはこの世の中あの慣れてる、これもみんなは分かってないみたいです。このアノンハレというのは、ね、仏法を広めると親鸞聖人おっしゃってる。この仏法を広めなかったら私たちはアノンにならないです。簡単にねちょっと違う言葉を言いますけど、これ仏さんの方を聞いてこの教え、ね、をいただいて、これが私たちの本当のことに表してくださる、ね、でも今神のことと一緒なんです。でも指南書には、弱権という言葉が出てくる。あれ自分がというのは弱権なんですよ。自分が思う通りにしたいからそれを自分の通りにしたい、それは本当ならない。だから生老病死というのは自分が、ね、気づいているものじゃないです。これ仏さんが気づいて私たちに伝えている、これ苦しみなんです。生まれたら必ず死んでいかないとダメ。だからこれは硬い難しいって私たちにおっしゃってくださって、でも他のところはこの世が生まれて喜ぶっていうことが出てきますね。でも死んだ時にはもう波がね出て、もうねやっぱし心理的にもうねすごい落ちて、もう自分で死ぬぐらいですね。でも仏教はそうじゃない、それが本当ですからね、やはり仏様が来てもらったんだなと、
そういう考えればね、私は本当の喜びでしょとなるんですね。だから、私たちは、そのそういう見方があるからあの ならないんです。でこの言い方すると、信心を得る目的なかったらみんなは仲良くなれない。結局簡単に言うとは、みんな、ね、仏さんのお弟子さんではないってことなんです。やはりお弟子さんじゃなかったら邪魔に来ますよね。こんないらんことを、ね、聞いて本当かっていう人がいるんですよ。こんなの嫌になりますよね。だから何ここでしてるのかと、はい、これも私の言葉じゃないです。これ蓮如上人がそういう言い方か、私が味わいするんです。だからね、お寺に来てみんな遊び飲み食って、ねのね、飲んで帰るっていうのはどういう意味かって五文書の中にありますよね。ここに来るっていうのは法を聞かせてもらって、ね、それを信心を得ることも、何とかして信心をやらないとダメって。だからいっぱい間違っても話をしなければなりませんと。で自分が私が真理を得たっていうのは、これは大きな誤解です。これは蓮如上人は違反人と言ってるんです。これは大きな問題ないんですね。だから私たちは何にもそれ言えない。だから仏さんも皆様にみんな伝えてるんです。でも本当は最後には私と仏さんなんです。一人ずつ仏さんに照らして、それが聞くか聞かないっていうことなんですね。だから安穏というのはそれをが大事。だから親鸞聖人の言葉では、世の中安穏なれ、仏法広めよと、そういう、言葉が親鸞聖人が私たちに伝えてくださっているんですね。でまたは今度は勝手のところには、今は、法外なことね、なくなってきているんで、やはりこれは今よく見ると、一つは、やっぱり今の世の中というのは、仏さんがおっしゃっている通りには、私たちの欲望、ね、これが煩悩って、ね、簡単に言えるんです。欲望が増えて、でまたはそれ自分がだから仏さんの方が聞こえないから、家族も崩れてくるという意味があるんです。仏さん聞く聞くことができるから、私たちを親を大事にする、またはこのね、僧も、ね、参加を大事にして、これでみんなで仏さんの教えを伝えていきましょうって、そこなんです。だから仏さん聞くかかったらガーガーになって、自分がということで、自分は自分の思う通り、私はね、この家族はみんな邪魔になってるっていうやつがいるんですね。そういう言い方します。でも仏さんは違うんです。みんながいるから私らもこなしては苦労しませんよと言ってるんです、ね、でもあのところでは自分がこの人は嫌い、この、ね、やつは何かって悪口しか言えないんですね。でも仏さんの教えでは違うなんです。その人も私がこのね、邪険な方がよく見ても自分の思いしかできないんです。形に表して、あ、この人は泥棒だろうかって、あ、この人は善人だろうか、形で表してるだけ。でも私たちは仏さんじゃないから、みんな見ても分かりません。だからやっぱりそこでみんな尊敬、人間として尊敬して、人間と生まれたからありがたいっていう意味がそこにあるんですね。だから、その家庭の中が崩れていくというのは、そういうね、教えが聞こえんからガラガラで愛情がなくなるよ。だから親がね、子供を殺したり、子供が親を殺したり、または夫婦が別れたりするっていうのは、そこなんですよね。だからよくよくそこも、感じてください。で、それが、または家の中では、仏壇が消えてきてると。そりゃそうよね。仏がいない、ね、法がない、三がもなかったら何もないよね。仏壇なんかいらないよね。でもあれ、あの密は必ず必要なんです。仏さんがあって僧があるというのは神みたいになる。何もためになりません。仏さんがあって、ね、あの仏さんがいなかったらもう分かりますよね。私たちも今日はここは存在してないんです、ね、
法があって僧があって、その2つだけでもダメです、ね、やっぱし阿弥陀様が同じでちゃんと私たちを表してくださってるの、そこが中心になる。これが光と私たちが見てそれを、ね、仰ぐということなんです、ね、だからそこだけ忘れたから、仏壇というのは大切。仏壇を見ると、阿弥陀さんを見たら何を見えるというのは、そこも先祖代々なんです。もしかしたらみんなそこ浄土に生まれたら仏さんになってるんだからね。だからそこで仏さんの教えがあって、その方を聞いて、それがちゃんと聞いたら仏さんならしてもらってる。だから浄土に行けるだろうと私たちは言えるんです。だから親鸞聖人おっしゃってるのは、私たちね、他の宗派と違いがあるんです。今ここで私たちが分かってるんですよね、仏さんならしてもらおうと。だからそれをみんなね、家族に伝えて、仏壇を大事にしてくださいよ、してくださいよと、ね、絶対これ焼いたらダメだよと。これ焼くというのは先祖代々みんなに火に入れると一緒なんです。だから大事にするというのが、仏壇がうちの中心になってるんです。そこから光は本当の光を照らしていただいて、私たちが、ね、守ってみんなを大事にする。好き嫌いはない、本当の仏教ということ、ね、そこなんです、だからそこが、仏さんの教えを聞くことができなかったら本当の喜びはない。だから仏さんが中心だから、仏壇をちゃんとして安置して大事にせんといけませんとあります。で、今度はもう、今日の話のなるんですけどね、聖典難しいですね。聖典あれはみんな本当もっともっと、ね、読んでいくとサンスクリット語になってるんですね。またパリ語、その次に サンスクリット語というのは早く、ね、なくなったんですね。だから仏さんの時代はサンスクリット語だ。それをサンスクリット語をインドの今の言葉と言えば間違ってるんですね、まあ、それはそれで伝えることもできる、でも変わってきてる。でその次にパリ語になって、パリ語も結構なくなってきてるんですね。でもそれが中国に渡る前に、そこで中国が、ね、お経または仏さんの教えにあって、あ、こんな素晴らしい教えはね、大事だねとね言われて、そのお経を翻訳し始まったんですね。私の考えでは仏さんのね、あの教えっていうのは、仏が書いたものじゃないんです。これ編集されたっていうんです。誰かが代わりにそれが消える前に全部を書いて残してくださった、それがお経ということになるんですね。だから仏さんの意味があるけど、でも、ね、お釈迦様が書いたものじゃないんです。でも何を信ずるというのは、そこが、ね、点になってくるんですね。でその、仏教の中ではいろんな宗派がありますね。人によってはね、お坊さんの中でも間違いを行っている方がいるんです。これは言ってることは間違っているという人がいるんです。それはそのけみんなね、お釈迦様がどういった教えですから間違いはありません。でこれ簡単におっしゃるとこんな考えなんです。お経というのはどういう見方で出てきたというのは、見づらいになるけど、まあ話の流れをするためだからね、まずはここが、仏さんが悟りの世界から悟り得た時にから、でこれが滅度に入る前に、多分どうだったんだっけ、忘れちゃった。涅槃寂寞入るまで滅度ね、この間に自分の経験を私たちに伝えようとしてるんです、ね、だからここでね、いろんなここでお経が出てきてる。一番ね、悟りの、意味の、お経と皆様分かります、どれでしょうか、どれでしょうか、ね、分かってないね。真宗では読まないお経さんなんです、ね、これを
悟りの、意味となっているのは般若心経なんです。私たちはね、唱えることはないですね。般若心経はこれは悟りを得るためのお経さんなんです。でも密度入る前の教え経はどういうものなんでしょうかと、これ浄土経なんですね。わかります。だから私たちは自分の力では悟りを得ることできないから、ここで読むのはおかしいのです。仏さんが私たちね、聖書を復写してくださって、そこでいや自分でね、あの瞑想してやるっていうのね、これおかしいよね。でもこれ、このお経を選んだ人はこれでいいです。このお経を選んだ人はこれでいいんです。これでこれで、これが一つの宗派になっていくってことなんですね。で結局は簡単に皆様が分かるのは、これ山のことと一緒なんです、ね、例えば話ですよ、皆が分かるに、この山が、まあ、例えばエベレッシですね、一番高い山なんですね。これが1万キロの高さなんです。結構きついですよ、誰でも行かないよ、強い人でもどっかでもう亡くなっていくんですからね。この一番高いところが例えば仏になる意味なんです。でもこの道ね、山登る道っていうのはいろんな道がありますよね。どれを選んでいくかっていうのを言うと、いろんなが、ここ横から行ったり後ろから行ったり前から行ったり横から行ったりね、いろんな道がありますね。これがね、道としてこの一つずつのお経なんです、ね、わかります。だから仏教の中では間違ってるって言ったら違うんです。仏様が説いてくださってるんだから、これが間違ってるって言うのは違うんです。目的はみんな仏さんなる、だからここで仏になるっていう意味があるんですよ、ね、でこれだけじゃないんですね。皆様わかる、ここは自分が登っていくことも、自分の力で登っていくことができる、または歩いても行ける、走っても行ける、または車で行けるね、自転車も入れてもいいわ、またはヘリコプターでも行ける、ね、またロケットでも行けるよ。でも間違う可能は大きいですね。こんなしてな、結局はお経がそれ言って、でここでは小乗仏教っていうのがあって、または大乗仏教っていうのが、ここは一人自分の力で行くってことなんです。車に乗ったらもう2人、3人、4人が入れるね、5人みんな行ける、またはヘリコプターも5人がね、ヘリコプター乗ってロケットもいっぱい入って行けるんです。だからそれが私の名は商業仏教じゃなくて大乗仏教っていうのがそこにあるんです。だからこんなして分かれてきてるんです。だからね、他の宗派間違ってるっていう人が一番大きな誤解してるんですね。ただその選んだお経さんが違うから、やり方も道も違うと言ってるんです、ね、そこを大事にしてくださいね。それが分かったらみんな仲良くできるからね。でそれが、仏教の、一番大きな点になるんですね。でだからお経が、それお釈迦様が説いてくださってるから、何を信ずるというのはお経なんです。それが今言ったり言った通りに、この光が知恵となって表してくださって、私は無明だから光で 見せてくださってるの、教えから。だからこれを聞いて本当の道をね、仏さんにならしてもらう道を探してる。だからこれと一緒なんですね。だから誰でもね、これなれこれなれじゃない、自分が選ぶってことなんですね。で真宗は一番簡単だと思うね。ただボタンを押したらここでバーって上に行けるね、何にも力もいらないね。
ここは違うのね、症状部の自分が残ってね、もしかしたらこの間でね、失敗もあるとね。だから仏さんのある可能は少ないですね。なくなったらね、まあそういう意味がありますね。でその中では、お経の中では仏さんがおっしゃってる通りには8万4千の、やっぱし教えがあると。だから仏さんは私たちのことをよくよく知ってるってことなんです。だからここでごまかそうとしても仏さんはみんな知ってるんですね。だからご本尊を見ると仏さんの目は何かこうね、喜んでる顔はしてないよね。何かこう見て考えて何かね、検討してるという形になってるね。そういう通りなんです。だからその人のことがもう全部分かってるんですね。だからここで私はごまかそうとしてもごまかすことできない。自分もみんなもごまかすことできるけど、でも仏さんはごまかすことはできませんね。結局はそれが因果となって自分にそれが出る。でこのお経はただね、今日ね、今日はね、全部分かったから書こうってことじゃないね。これが仏さんはやっぱし45年ね、まで40歳で悟ったんですね。結構の時間かかったんですね、悟るために。だからそこにその時期がね、悟るから滅度に入るまでその教えがこうなってるんです。で今言った通りにこれが仏さんがしたんじゃなくて書いたものじゃなくて、ね、お弟子さんがこれを編集してくださった。だから利口ね、利口人がその時にこれ早く書かんかったらどっかで忘れちゃうよと。だからそこでその時期時期によってそのお経を書いて私たちに残してくださった。でその中には今言った通りに、大乗仏教と小乗仏教というのが分かれてきた。東南アジアの方は大体小乗仏教になってるんですね。でそれが中国を回って、韓国、日本に渡ったのが大乗仏教ですね。でも大乗仏教というのは大体は、ガンダラの方にもあったんですね。だから皆様山掘ってるのを見ると、みんな立ってるんですね。だからこれも簡単に覚え出すには、ここは仏さん座ってるんですよ、座禅してるんです。まあ絵はそんなきれいもないけど、ね、こうニャンニャってね、ここで座禅してるんです。まだ悟りの意味を読むんですね。まだ自分は何もできない。でも私たちの仏さんはもう立ってるんですね。こなして意味合いがあるね。ここは座ってるからね、まあ、助けてあげようかっていうのないの、まだ分からんから。だから自分がね、まだ自分でこれをね、いろんなことを検討してた。でもこれが分かった時には、今度はみんなに伝えてあげようということがそこなんです、この教えを。だからこの方はね、仏さんがこれだから私たちはあんまりこの時の話を しませんよね。悟ってから法蔵菩薩になった時にから真宗では大事になったんです。そこはなんで法蔵菩薩が大事になったっていうのはそこにまた入ってくるから、今言ったらドタコタするね。そこからね、滅度ね、涅槃に入る時にまでが私たち一番大事なものになっていくんですね。で、親鸞聖人は、比叡山で勉強してた修行もして、またはいろんな他の宗派、ね、がそこにある。だから、私たちも、日本、ね、宗派って言うけどね、仏教、日本仏教って言ってるけど、でも本当は一部の浄土教なんかは日本で発展したんです。中国で見つかったんですけど、そのね、末法時代っていうのを意味があって、その末法時代の救いっていうのは大体浄土教しかないんです、ね、自分の力ではもう悟ることできません。でまたは、本当の義王と正しい教えはもう分からないと。だから末法時代になってると。で私だっていう簡単に言うと2600年も末法時代なんです。
この2600でこの状態になっているんですね。結局はお釈迦さんは2600人ぐらいにここに存在していたという意味がそこにあるんですね。でそこに、最澄と空海という、ね、日本の方が、仏教を守りに行ったんですね。最澄が最澄で先に行ったんですけど、30日後は、空海がいた。最澄は、その五字八経というのを勉強して日本に持ってきたんですね。また空海は、密教だけを学んできたんです。でそこがやっぱし合わないということはあるんですね。で密教もその五字八経の一つなんですね。でもそれは外れてるんですね、言い方すると。でそこで、最澄は学校を作ったんです。これをみんなに勉強してもらって分かるために比叡山に学校を、ね、建てたんです。空海は違うんですね。もうそれ実際にその教えを使ってきたことなんです。でも、ね、目的はみんな仏さんになるということなんですね。だから間違いありません、ね。で、浄土教の中にはいろんなまたね分けてるんですね。本当はみんな浄土宗、ねから出てるんですね。それが、鎮西派また、西山派なんかが、2つに今分かれてるんですね。浄土宗の中でも。でもその、横にいるのは私たちなんですね。親鸞上人の浄土教なんですけど、でも法然上人からいただいてたつなぎはあると、もしかしたら3番目の宗派じゃないかなとも味わいができます。でそこで大事なことが行っているのは親鸞上人によって、まあ、親鸞上人が皆様が言う、分かっている通りに、20年修行しました。疑問は本当のことは、ね、それが救いとは言えなかったですね。だから比叡山を降りて、いろんな考えをしてたんです。でも、比叡山を降りた時にはお念仏が効いたというのが、最後に私が知ってる、ね、話になってます。前は何か比叡山を降りてもう、法然上人のことを聞いて行ったみたいなね。でも今は追加したら違う、降りた時に誰かが何だ何だ何だ言ってお前は何してるのかって聞いたみたいですね。あ、これはこの凡夫を救ってくれる教えなんだよと、ね、これを念仏は、ね、仏さんの御用を唱えて救われるんだよと、ね、それで考えてるんですね。だから後から法然上人のところに行って聴聞し始まったんです。でそのお弟子さんって言い方なんですね。親鸞上人の場合はお弟子は一人もいないと言ってるんですね。それはそうよね、正しい。みんな仏さんのやっぱしお弟子さんだから、ね、だから親鸞上人は教えないって言ってる。教えるって言ったらあなたは私のお弟子と言われてるんですね。でも伝えるって言ったら違う、みんな仏さんのお弟子さんなんだよとそこになるんです。で、そこで、法然上人から、いただいて、やっぱし名簿が本当だと。でそこは、または千尺本願という書物が法然上人持ってたんですね。それを、ね、貸してもらったんです。誰でも寝かさなかったみたい。でも親鸞上人は特別な方でね、すごい熱心で貸して、でそれもコピーしたみたいね。またはそれだけじゃない、三仏教、この三仏教というのが今度の今大事な話になるんですね。ここが中心になっているところです、ね。この三仏教というのはこの密のお経なんです。浄土のお経というんですね。で皆様知ってるのこの密はどれかっていうの、一つは仏説無量寿経、もう一つは仏説観無量寿経、でもう一つは仏説阿弥陀経なんです、ね。この3つが浄土経っていう。でこの味わいすると、一番大事のは、まあ、略したら大経、ね、観経、小経で、これから言います。大経が一番中心になるんです。ここだけ、ちょっともっと深く話をさせていただきます。一つは、大経というのをこのまま読みます。これは自分が作るものではないか。釈尊が一時は、気高く、尊い姿を表して説かれたものであり、小仏がこのように、お生まれに、なる目的は
苦悩の修行に阿弥陀仏の本願を説いて、救うためと書いてるんです。そう書いてる、ね、だから親鸞師匠にはよくよくその味わいしてくださってるね。だから如来飛翔世、公衆世、唯説弥陀本願解と私たちに伝えてくださって、で簡単に言うとこれが2つに分けてるんです。上巻と、下巻。上巻には、私たちを仏さんがどう救ってあげようかとそこにおっしゃって くださってる。でそこには、皆様がいつも唱えてる三仏にが書いてるんですね。皆様知ってた、ね、そこがやっぱし、この死の聖実在法仏を、サナシ、ね、それが続いて、自ら願いを述べていると。だから仏さんが、救うって、ね、何か誰か頼んでみんなを救うじゃない、自分から代理を起こしてみんなを救ってあげようと、ね、あ皆様がみんなそこで覚えるのはあのアナダ尊者がね、やっぱし膝を歌につけて、ね、なんかすごい輝きで中をしてると言ってますね。これが高原入りって言ってるんですね。そこから始まってるんです。でまたはこの四十八願がそれに重ねて誓ってるんですね、それが重生へなんです。皆さんもそれもそこにあると知ってた、ね、だからそこが中心になって私たちの2つをね略しているのがそこに表してくださってるんですね。でそこには、この下巻の方には、そこではやっぱし釈尊は弥勒、菩薩に対して人の行の悪、を戒め仏を信じて浄土往生を願う、べきであると勧められると、ね、勧めてるんですよ。なれと言ってないよ。だから、お釈迦様もやっぱりその方を聞くことができるかできないかと私たちにもそこから言ってるんですね。でそれが最後の無常の苦毒の名号を、従事、して、進め、それがそこになってるんですね。で親鸞聖人の味わいもここにあるんです。だから、無説無量寿経というのは大事なお経なんです、ね、これが教行信書にそれが真実の教えを表せば、すなわち、大無量寿経これなりと、ね、もうここでおっしゃってくださってるね。また如来の本願を、解いて、今日の、宗教とするすなわち仏の名号を持って、今日の、体とすなり体とするんだね、ね、そういう意味、ね、それを示してくださってる。だから如来の本願を説かれ、名号の言われを表された真実の教えであると言われている。これを私たちが本当に信ずることだと言っているんです、ね。あとはだから蓮如上人もおっしゃってるというのは知識も知恵もいらないと、ただ、ね、仏さんに奇妙しなさいと一心に、ね、だからあそこで迷わないで、迷ったら自分がカカカになるからね、自分は自分で救うことできませんからね。もうだから仏さんを聞いて、だから今の言われすると仏さんの方を聞く、私たちは真宗で名号を聞くということなんです。だから名号は私がダマンダウスダマンダウ、私がね仏さん呼んでるんじゃないんですよ。仏さんが私を呼んでくださってる。だから迷わないように私たちを声出してる。これを今考えていくと、子供がね森のところ近くで遊んでわからなくなった、お母さんから離れた、ね、普通のお母さんは大体は名前呼んできますね、ね、だからそこで声を出してこちらだよこちらだよと意味と一緒なんです。だから子供で、ね、聞こえん聞こえんってどこにいるって言ったら声が出てくる。
あ、聞こえた、聞こえたってね、その向いていくっていう、迷わないってこと。でもこの仏さんがね、名前言わなかったらどうします？どっち行ったらいいとなる。だから結局ガーガーになって、あ、私ここだと思う、ね、違うところ行くんだよね。そこが違いがあるんです。だからこの御用語は私が唱えるのは仏さんの呼び声として、私たちが迷わないようにご自身にいてくださいよと。で、皆様がね、一番分かっているのが二課役度っていうね、善道大師が表してくださっていることなんですね。片方はお釈迦様がおすすめしてるんです。反対浄土の方からは阿弥陀様が呼んでくださってる、声を出してくださってる、呼び声なんです。で、私たちは白いね、もうほんと短い線のところで、後ろから悪いやつがね、襲っとしたりね、また片方は火のね、海があって、片方はもう海があって、どっちも来るね、怖くて。で、それがね、怖いことはありませんよと、ただ阿弥陀さんを、ね、これを信じていければ、ね、阿弥陀さんの極楽に行けるんだよと、私たちはおっしゃってる。その家にもうそれがよくよく私たちに簡単に表してください。だから自分がじゃない、仏さんがね、お釈迦様がこの棒を残したから阿弥陀さんが分かる、この声を聞くと阿弥陀さんの声が聞こえるから、私たちは西に向いていくってことがそこなんですね。これも方便だからね、これを、ね、西に行けば、ね、どこも行かないけど、またこっちに戻るけどね。でも方便としてそれがあるんですね。で、それが、無節無量十教っていうのが一番大事な、ね、お経になる。これが親鸞聖人の味わいで、簡単にするとこれが他力なんです、ね、これが仏さんの働きになって私を救ってあげようと、これがそこなんです。だから大教を大事にして、それは中心になる。で、浄土真宗というものはそこから来てる。浄土教はどういう意味になるというのは、これは仏説無量寿教の意味なんです、ね、で、教えるということは何が教えるというのは、ただ、宗教が教える、それが主になっている。でも親鸞聖人もおっしゃっているように3つの宗教に分けてくださっている。偽物、借り物と真実の教え。もちろん私たちは真実の教え、これを信じて本当だよと、ね、これを信じて地獄行ったら、まあ、もしかしたら地獄行くと、それぐらい、ね、誰も地獄行きたくないけど、でもこれしかないと、ね、もう決めるんです。ね、ごたごたしたらああいう形になってどこも行かないんです。でもこの教えが本当と分かったら、これが浄土真宗の教えだとなるんですね。これが、浄土真宗ってなるんですね。だから大教が本当の教えって簡単に言うとね、書いてます。で、冠王寿教と、または、阿弥陀教というのはもう大事なんです。これは親鸞聖人の味わいでは、これ方便と言ってるんです。これは例え話として、ね、それが他力が応援してると、ね、だから、冠王寿教には偉大で夫人が中心になって、ね、悪いもの本分なんです。私たちと一緒、あそこの言い方すると、偉大で夫人が、お釈迦様を呼んで、お釈迦様が遠くにおったんです。それ走ってきたって言ってるんです。これは違うの、方便だから注意しないと誤解になるんです。これはお念仏したってことなんです。だからそこでポンと出てきたっていう意味があるんですね。で、そこで何してくださったのは、この妙法から浄土に、ね、おすすめが出たんですね。だから皆さんはね、仏さんのここね、点がありますよね。これ何だと思う？これ冠王寿教に出るんです。ね、未現って言うんです。ここから浄土を私たちに、ね、見せてくれるということなんです。これは偉大家夫人に見せたんですね。結局はそこは、仏さんが法であって、偉大家がそれが木となるんですね。だからそれを救いをの例え話を私たちにしてくださってる。だから方便、だから仏さんの働きを見せてるから、その働きが隠れてるんですね。
だから読んでもそれは自分には何にも見えないんです。今度は阿弥陀経によると、シャーリホツ、シャーリホツが36回ぐらい出てくるんです。でもこれも、法便としてね、表してるんです。でもこのシャーリホツって誰がと思います？これもね、もう、仏さんとシャーリホツの間なんです。だけなんですね。だ結局はこのシャーリホツも、私たちなんです。だから仏さんがそのお経を私たちが聞いてると私がシャーリホツなんですね。言い方簡単に分かるように、仏さんが特別もう浄土を私たちに見せてくださってる、ね、だから方便だから結構難しいんですね、味わいするっていうのは。な誰に言ってるのかと、ね、で最初も私も迷ってたんですね。ねお釈迦様と、ね、あとまたは、ゴータマ・シルダッタと阿弥陀様、弥勒菩薩というのは誰々と考えますよね。でもこれ人生に言うと一人の方なんです、ね、言い方がそこにある。だから、シルダッタがまだ普通の人間なんです。でそれが悟る時にはこの、誓いをした時には、法蔵菩薩っていうんですね。で法蔵菩薩がそれで、ね、誓いをしたから仏になったんです、ね、それがお釈迦様なんですね、肉体。でもこの世の中出たらもう、体もね、肉も骨も何もないんです。色も形も何もないんです。でこれが如来になったと。でこれが阿弥陀様と言ってね、結局は本当は阿弥陀様が、ね、お釈迦様の形に来てそれを本願を説いてくださったということなんですよね。そこなんです。難しいは難しいみたいけど、でもこれが聞くってことなんです、ね、だから蓮如上人が一番後には、ね、いつも言ってること五文書で、ね、みんなの味わいすると違うと思いますよね。でもいつも同じこと言ってるんです。3つも、ね、あの名を唱えなさい、それを聞いて、ね、一心に阿弥陀さんに祈念をしなさいと言ってた。そういう姿が、ね、って言ってるね、あの真偽を得た方じゃないかと言ってる、ね、もうこれ本当に言ってるんじゃないよ。自分は私も誰でもは、ね、これが真偽を得たってことは絶対言えないからね。だから人によっては、あこの先生は信心があるからこの人はいいって、これは大きな誤解なんですよ。今日も言った善知識というのはお念仏をおすすめするだけ、仏さんに合わせてくださってそこからその人と阿弥陀さんしかないんです、ね、だから蓮如上人も言ってるよね、善知識に頼ることじゃなくて阿弥陀さんに祈念をしなさいと法文書の中にあります。そこが中心になる。だから、私たちのお経というのはこの密が大事なんです。これが浄土経で、で私たち本願寺っていうのがもうそこで言ってますね。本願か仏さんの誓いなんです。それが私たちに、ね、これ聞いてよ聞いてよと、それを信じてくださいよとがそこにあるんです。だから、簡単は簡単ですけど、でもあのガガだったら自分がってここを通して自分がの結果が出るから問題になる。でもここに通らなずに、あ、ね、あの仏さんの方の通りだよとなれば、もしかしたらね、南無阿弥陀仏南無阿弥陀が自力の念仏じゃなくて仏さんの呼び声となって、だからもう浄土に生まれると分かって、それが現象成就って言って今ここでもう仏さんなら鳴らしていただくことが分かったら、ありがとうありがとうっていうのが南無阿弥陀仏の意味がある。だからただ、診断書に簡単にも言ってるけど、みんなは忘れてるのはやっぱり称名、法恩って言って、ね、ただ感謝するとね、または信心勝因というのは信義を得らなかったら浄土に生まれることがないよって私たちおっしゃってくださってるね。まあそういう意味で、もう長いけどね、こんな、お経のことって難しいなんですね。でもあの絵だけ分かれば、であれ 三期絵が分かったらそこからですからね。この三期絵がなかったら何にもないからね。
これを大事にするというのは、うちに仏壇があって、これをなんとか家の家族の中にも伝えてあげたら、みんな先祖代々と見られて、ね、親鸞聖人ももう800年ぐらい亡くなってるけど、750年のね、もう会議が、2011年に行ったけど、いないけど、まだいる。仏さんもいないけど、まだいる。だから体としてはあの方が仏さんとして私たちに表してくださる、ようこその参りでございました。私はあまり面白いことはできないけど、やっぱし方を言うときにね、面白いことはできないんですね。そういうことで、ありがとうございます。ようこその参りでございました。ナンマンダウスナマンダウスナマンダウスみなさんご起立ください。佐々木先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。